カスカベ共栄中学高等学校は埼玉県カスカベ市に所在し中高一貫教育を提供する私立中学校高等学校高等学校において中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では3年間別クラスになる併設型中高一貫校1年次は選抜特進 e 系。 特進 SK の3コース。1年時は全コースで月曜日に7弦授業を実施。さらに月曜日は原則、全部活動が、放課後の活動を休止している。1年時から、選抜コースと特進コース e 系は、金曜日も7弦授業を行う。2年時からは選抜コース、特進コースの4コースに分かれる。2年時からのコースは希望と成績により決定。各 コースとも2年次終了までに大学入試センター試験の出願範囲をほぼ終了させ3年時に学期から大学の入試問題の演習が中心となる。開校以来運動系、文化系ともに部活動が非常に盛んであるが一貫した文部領道を教育方針に掲げてきたため学習との両立について学校を挙げて積極的に図られている。また、 大学受験対策にも熱心であり、国公立大学や難関私立大学へも多数、合格者を輩出している。系列校の共栄大学へ進学する人はわずかで、ほとんどの人は他大学へ進学する。国公立大学へは2020年は、過去最高レベルの現役61名、2019年は48名、2018年は73名、2015年は、 現役41名、2014年は、現役40名、2013年は、現役49名が合格し、2019年と2010年には、東京大学にそれぞれ現役1名、現役3名が合格したとしている。運動部では、水泳部が、県内屈指の競合として知られ、6名のオリンピック選手を輩出し、男女とも、インターハイ総合優勝の経験がある。 野球部は夏の甲子園で1993年に準優勝に輝いた。文化部では吹奏楽部が競合で2000年に全日本吹奏楽コンクールに初出場し、金賞受賞。通算5回金賞を受賞している。いずれも東武鉄道。ありがとうございます。